はい、始まりました。ホリケンです。はい、タカです。インテリリクスラジオです。第8回かな、多分第8回ぐらいまで来ましたね。とうとう幻の5回目が幻の5回目を入れると9回目になりますけど、配信は8回目ですね。まあ、っていう感じですけど、今日とうとうあれがありましたね。新言語の発表が。そうだね。ちなみに収録今日は4月1日です。そうですね。平成31年の4月1日なので、今日発表を行われてですね。今発表されてから2時間ぐらいですか。そうだね。経った感じですね。出ちゃいましたね。ついに。どうですか、令和は。令和は、なんかツイッターで見てたときに、はいはいはい、面白いなぁと思ったのは、はいはいはい、R1R2 ってなるのかな、うん、これから。まあ H5 とかそういうノリで言うと R1 とかになるはずですよね。ね、表記がね。うん、そうすると、まあ、そのうち R18 がやだなぁ。来て R18 世代はいじめられるんじゃないかっていう。でしょうね。お前 R18 生まれなんだみたいな。いじり殺されますよね。でもまあ同級生同士だと全員だから。そうだわ。どこでいじられるのかって大人かな。そうですね。あ、そうだわ。そう考えると学校っていう一番やばい場所で大丈夫なんで、基本的には大丈夫なんじゃないですか。社会に出た後に、おお、お前 R18 か、あのR18 世代かみたいな。いや、みんな子供じゃないからさ。そんなことでそんなにいじらないでしょ。中学生だったらいじりますけど。僕すごい発見をしたんだけどさ、うん、R18 って R2-18 って書くじゃん、はい、で、あれ R、令和1年って2019年、うん、今年ですよね。になるのか。今年が令和元年ですよね。 R18 だからさ、うん、2019-18 が令和1年なんだよね。うん、2019-18、あ、うん、だから18を引けば、西暦から18を引けばさ、ね、令和になります、ね。令和になるじゃん。うん、R-18。なるほど。覚え方すごいですね。あ、それめっちゃすごいわ。引く18って書くんだよ。びっくりするよね。本当だ。あ、だからもう西暦を令和に直す方法は R18 で覚えてくださいって言ったら、18金っていう。すごい大変なライフハックですね、それは。これ。これすごいよね。これすごい、めっちゃすごいですよ、普通に。え、これタカさんが発明したんですよね。これ、いやいや、R18 って書いてあったからさ。うん。だ、昭和とかはさ、25を足すのかな。うんうん。昭和って直すとき25を足すのよ。うんうん。で、覚えないとさ、わかんないじゃん。うん。だから令和はいくつかなと思ったら、あ、18じゃんと思って。はいはいはい、すげえ。で、そこで、R18 だ。なんか。これじゃんみたいな。いや、それもうね、大発見ですわ。もう一撃で直せますもん。ねえ、これいい覚え方だよね。いい覚え方だわ。これはぜひラジオ聞いてる人も覚えてほしいですね。 R18 で、 R18 って覚えとけばすぐ直せる。すごいわ。いや、すごいよ。さすがいいですね。インテリですね、こういう。これインテリだと思った。知見をすぐに生み出すっていうのが、ね、すぐ話そうと思った、これ。お題の一番初めにもう書いたやつだからね、これ。いや、さすがですわ。なんか、僕もこの言語関連で喋ること一個あって、うん、喋ろうと思って用意してきたんですけど、なんか高さとそれが良すぎて、ちょっと、しょうもねえな、俺のやつ。やめようかどうか悩んでます。いや、喋ると、ね、これも多分ツイッターかなんかでちょっと話題になってたやつなんですけど、うん、Google 翻訳ってその翻訳元の言葉と翻訳後の言葉選んで翻訳できるじゃないですか、うん、それでその令和って日本語で入れて、うん、で何語に翻訳するかっていうところをエスペラント語ですね、うん、エスペラント語選択して翻訳ってボタンを押すと、うん、エスペラント側にマンコって出てくるっていう発見をしたやつがいて。でその発見を友達がすごいっつって僕にそれを送ってきたんですよ、うん、その画像を、うん、これすごくないって言って送ってきて、僕そ送られてきてから10秒ぐらいで世紀の大発見だね、世紀だけにって返したんですよ。
そしたら、うわうまい、悔しいって言われて、うん、ちょうど多分これのラジオの1週間前か2週間前かどっちか忘れましたけど、でそのうまいことを言いたいのに言えないのが悩みだって話をしてたんですけど、うん、令和のおかげで無事に今日1個言えたっていう1週間に1回ぐらい言いたいとかしたもんね。そうなんですよね。そうだからもう今日使ったんで、もうこのラジオでは出ないですけど、うまいことはもうそれはさ、あれから勉強したの、ダブルミーニングの言葉を。あ、ですね、勉強ってほど勉強じゃないですけど、なんか気がついた時にメモろうと思って、はい、漫画とか読んでる時にメモする習慣はつけました。これうまいな。そこの中に正規と正規があったんだね。なかった、なかったっす。なかったっす。だからそのレパートリーから引き出せたんなら、そのなんすかね、努力が直に結びついた感あるんですけど、そうじゃなかったんですよね。うん、僕は正規と正規が今言えるようになったよ。タカさんのレパートリーが今ので1個増えたっていう。そう、これだからさ、正規ネタが出てきた時にさ、うん、常にそれは正規の大発見だねって言えるっていう。うん、あ、言えるわ。ほんとだ、これもテンプレとしてめっちゃ使いやすいですね。うん、確かにいいかもしんない。そう、今身につけたよ。そう、こうやって増やしていくんでしょうね、多分レパートリーをね。そうだね、こういう時にこうだなみたいな。ちなみに令和に対してはどうですか、ホリケン。令和は、いや、なんかいいんじゃないですか。なんかこう、攻めてる感ちょっとありますよね。僕、命令の令が入ってるから、なんか、ちょっとやってきかなって思ったけど。うん、ああ、そうかも。でもどうかな。なんか、あれですよね。確か予想の一番人気かなんかが、うん、なんか、安全の安に明るいみたいな。うん、安明みたいな。明暗だっけ、なんかとかが割とこう候補で見た記憶あるんですよ、僕。候補っていうかみんなの予想で。でもそういうのだと僕はすごいがっかりするなと思って、なんか守りに入りすぎじゃないですか。それぐらいなんかこう令和はちょっとこう響きもスマートだし、使ってる文字もちょっと予想外だと思うんですよ、こそ命令の令が。だからこうちょっと攻めたなみたいな。明暗だと頭文字が M になって明治と被るから。あ、そうだわ、ダメだわ。アウトだから安明かなかな、どっかで見たの。うん、そう、そういうのだとちょっとがっかりしましたけどね。うん、ちょうどいいんじゃないですか。確かに僕はここは西暦に直してほしかったけどね。もはや逆にもうやりませんと、馬力はもうやりませんっつって、もう西暦2019年ですみたいな。西暦19年から始めてもいいけど。いや、そうだわ、そうだね。それが本当は全エンジニアたちのね、希望ですけどね。そう、このさ、言語があるコスト結構大きくて。でもめっちゃでかいっす。ねえ、プログラムもそうだし、紙とか、あらゆる書式でこう、生年月日入れるときに両方用意してあったりとかさ、そうですね、両方あるし。それこそ人間側で R18 みたいな、覚えて変換しなきゃいけないっていう。そう。えげつないです。先生がよく間違えるんだよね、なんか。うん、わかる。西暦が好きだからさ。はいはいはい。平成直すときにいつもうーんって言って、毎回5秒か10秒ぐらい使ってるから、ね。そうですね。日本国全体で見たら結構なコストですね。結構だと思うよ。そうだと思う。いいのかな、その時間の GDP 計算したら結構でかいじゃん。出た、すぐそういうのやるやつ。いや、めっちゃわかります、めっちゃわかります。僕もその同じロジックで、じゃんけんのアイコの時間やばいだろっていう主張をしてた時期があって。じゃんけんのアイコ、じゃんけんって多分日本中でその、まあ、毎日1000万回とか行われてるわけじゃないですか。うん、で、その度にアイコが多分 何百万回と発生してるわけですよ。したら、もうアイコ1回5秒だったとしても、凄まじい経済損失が生じてるわけで、もうちょっと確実にバシッと決まる手法で決めないとダメだよねっていうことをすごい主張してました。ゲーマーズじゃんけんを、はいはい、覚えた方がいいと思うんだよね。ああ、ゲーマーズじゃんけんね。タカさんに習いました。あれでも、うん、みんな覚えてくれないと説明する時間がコストだから。そう。そうなんですよね。本末転倒なんですよね。時間を節約するためのものなのに、結果かえって時間がかかるっていう。そう。ね、もうボードゲーム仲間とだと、これゲーマーだよねって言わずにもうじゃんけんがゲーマーズって決まってるから、うん、素晴らしい、もう出した瞬間にあ君ねみたいな感じなんだけどさ、はいはいはい、
ちなみに聞いてる人気になってると思うんで、ゲーマーズじゃんけんについて説明してもらってもいいですか？ゲーマーズじゃんけんはですね、通常通りみんなグーチョキパーを出すんだけど、うん、出したその種類が一番少ない人は勝ちだね。うん、少数派が勝つってことですね。5人でグーグーチョキチョキパーだともうパーの即勝ちになってて、うん、で同じ数がのある場合はその少数派同士で通常のじゃんけんが適用されるっていう仕組みになってて、うん、例えば7人でグーグーグーチョキチョキパーパーだと、うん、チョキチョキパーパーが2人ずつなんで、チョキパーが少数派 で、うん、でチョキとパーでチョキが強いんで、チョキがあって、うん、チョキの2人が残って普通のじゃんけんすればいいんで、2回で終わるんだよね。めっちゃすごいですよね。効率死ぬほどいいですよね。死ぬほどいいんだよね。なんでそれをこうじゃんけんのデファクトスタンダードとして流通させといてくれないのかっていう怒りがもはやありますよね。義務教育にこれ入れるべき、入れるべき、ほんとそうだわ。あ、義務教育で入れるべきものそれだわ。ねえ、5分で終わるもんね。うん、もうあれですね、英語がどうとかプログラミングがどうとか言ってる場合じゃないです。そうだよね、日本人のこれからの総運転時間を生むからね。うん、単に、うん、それだわ。これもう文科省に提案書書きましょう。じゃあお願いします。やだ。何言ってんだこいつってなりますかね、絶対ね。そうだね、教育とは何なのかから問い直さないと、それが入れれるかちょっとわからないっていう。そうですね。だって、それ入れとけって言い始めたら、もっとこう、ライフハック増えますもんね、どんどん、学校教育。そうなんだよね。包丁を錆びさせない方法とか、素早く皿を洗う方法とか、なんかそんなの増えますからね。でも家庭科ってそういうとこあるもんね。どうなんだろう。でも家庭科はライフハック教わった記憶全然ないですよね。縫い方とかはライフハックではないのか。あれはだからなんかこう、基本というか、なんか時短術みたいなのを教えてくれないですよ。時短術ね。え、ていうか裁縫を教えないでほしいんですよ、僕マジで。たまたま裁縫に行ったら裁縫が飛び火した。いや、裁縫はかなり人間としての必要スキルの中で低いんですよ、現代社会においては。昭和は知らないですよ。昭和の世界でその物価が高くて、うん、安価な服が流通してなかった時代はみんなでその作ろうって直すっていうスキルが非常に大事だったのかもしれないですけど、もうユニクロありますやん、島村ありますやん、うん、もうそのファストファッションというかね、安い服がもう無限に流通してるわけで、みんなちまちま縫って直すっていうことをほぼしなくなってるわけですよ、うん、だから裁縫っていうスキルはもう重要性かなり下がったんで、これ確実に全員に教えようとするのやめてほしいんですよね、うん、裁縫って小学校だっけ？小中でやりますよね。うん、そうだね。裁縫いらないよね。いらない、使わないもんね。だって僕人生で一回も使ったことないですよ、裁縫のスキル、家庭科以外で。まあそれはどうだろう。他にもあるのかな。何がですか？その裁縫くらいいらない、うん、相当ぐらいいらないやつ。ああ、結構ありそうだけどね。花粉ですか？花粉だね。でもまあどうかな、今主張してて思ったのは、まあ、裁縫に限らず僕は使いますけど、世の中の人は数学もまあ全く使わないわけで普通。うん、って考えると、まあなんか裁縫だけを目の敵にしなくてもいいのかとは思いましたね。そうね、まあ義務教育だと数学もどこまで行くんだ、微分積分まで行かないもんね。行かないですね。義務教育だと二次関数とかですね。まあ使わないか。二次関数のあのね、なんていうんですか、開き具合と、なんていうんでしょうか、歪切片、うん、特定する能力とかは使わないですからね。そうだね。確かに。だからまああれですね、教育については我々よく論じますけど、結局なんかこう変えるの難しいなというか、もうこんなもんだなってなりますね。全員が使うものにするのか、うん、まあやっぱ
ね、今の世の中が成り立つ基礎的なって思うと、全員が使わないものでも教えてもいいのかもしれない、ね、うん、そうですね。結局なんか裁縫もなんかそういうことですよね。そのスキルとして使うかどうかはともかくとして、なんかこうやって成り立ってるよ服とかはっていう、うん、ボタンってこうやってついてるよっていう勉強だよねって言われたら確かに何も否定できないんで、そうそう、いいのかっていう。まあ確かに身の回りにね、裁縫されてるものは溢れてるので、そうですね、まあそれを直したりとか、成り立ちと、まあ、ちょっと直すぐらいはできるよねみたいな、うんうん、まあ、悪くないかもしれないけどね。そうですね、銀河ヒッチハイクガイドっていう、うん、なんか海外ヨーロッパとかでよく見られている SF、 子供向け SF みたいなのがあるんですけど、うん、その銀河ヒッチハイクガイドの中ですごい象徴的なエピソードとしてあるのが、主人公はまあ現代の人なんですけど、なんか SF 的な事情で1000年ぐらい前に行くんですよ、うん、で1000年ぐらい前に行くんだけど、まあ持ち物は持ってないんですよね。ただその、うん、知識の量が全然違うじゃないですか。当時は文明がないので1000年前は、うん、だからなんかその俺のこの知見でこの原始人たちをあっと驚かせてやろうと思って、なんかいろいろやろうとするんですけど、結局テクノロジーは知ってるけど仕組みがわからないから、うん、だからそのランプとか作りたいんだけど作れないと、うん、で結果として彼がその原始人たちにこうバカにされるわけですよ。あいつは何もできないと、うん、唯一できたのがあのパンを美味しく焼くっていうスキルでトーストだけ彼に作れるものといえばせいぜいトーストぐらいだったっていう、うん、SF の逸話があって、まあなんかそういうことですよね。そのトーストを作る能力しかないのはちょっとあれだよねと、うん、仕組みをちょっと理解しとこうみたいな役割あるんでしょうね。まあでしょうね。裁縫は。じゃあ今勢いで怒り始めたけど解決しましたね、それは、ね。まあなんか同等のものがいっぱいあるとね。うん。突出して不要だと。そうですね。聞かれるけど、他にもいっぱいあるなって思うと。うん。なんかね、まあそんなもんかなってなっちゃう。そうですね。でもそういえばこの間あのチキリンさんが多分主張してたことで、私みたいな文系人間に微分積分を教えようとするなと、うん、高校教育と、うん、そんなもん必要ないから、なんかその統計の嘘みたいな、うん、グラフの処理みたいなものとかをちょっとでも読めるようにする、できるようにする教育を施したり、うん、化学とかもその食べ物の科学みたいなね、うん、これはこういうロジックで体に作用するはずだとか、だからそれこそ水素水って論理的におかしいよねっていうのを見抜けるようにする教育を絶対するべきであって、うん、いる現状のあの難解な数式みたいなこと言ってて、うん、まあ、それはそうかもしれんなとは思いましたけどね。高校が義務教育に近いっていう前提なのかな。チキリンさんはまあそうでしょうね、論調としては。まあそうするとそれも本当にさっきの裁縫じゃないけどいろいろ出てくるよね。うん、ここはさ義務ではないからさ、はいはいはい、まあ、なんかそれを教わりに行くっていう同意のもとに行ってるから、うん、まあしゃあないかなって思ってたけど、で高校学問やる場所だっていうのは結構もう現代の常識とずれてますよね。うん、だから大学は学問する場所だから微分積分とか、ね、難しいのを、うん、お前がその学問を選んだんだろうっていうことなのか、うん、うん、まあだからそうですね、なんか選択できるようにしてくれよっていう話でしょうね。うん、まあそれならそうだよね、いらないもんね。うん、そうだわ。なんかさっきの話をもうちょっとソフトランディングさせると、高校教育とかの選択の幅をもうちょっと広めた方がいいんじゃないのっていう感じですね。数 1A、数 2B とかやんなくていいようにしようぜっていう話になりそうですね。うん、オーストラリアの高校に通ってたことがあって、はいはいはい、で、現地の高校行ってたんだけどさ、うん、5科目か6科目しか選ばないよ。あ、そうなんすか。うん。へぇー。で、学生で、まあ、気ままな身分だったからさ、うん、必修が第2外国語としての英語、うん、一周で、あと全部選べたね、自由に。おお、すごい。数学が得意だったから数学と、
あと体育と料理とデザインと、へえ、ビジネスって授業選んだのかな。すげえ、デザインとかビジネスとかあるんですね。そう、めっちゃいい。なんか料理とかも楽しそうなやつ選んだわけよ。はいはいはい。で5つだか5つか6つぐらいなんで、ね、選ぶ現地の人も選ぶのが、うん、まあ とはいえこう大学進学とか目指すと、うん、まあ、英語とか数学とかは必須、うん、必要な学校が大学が多いらしい、はいはい、そういうのは聞いてて、うん、だからそんな僕みたいになんかお遊び科目みたいな、うんうん、ばっかり選んでるとちょっと進学が、なるほどね、ところはあって、うん、で結局今の日本の大学受験がさ、うん、受験科目がこう A、 まあ割と A 数によってて、あとちらほら週、うん、っていう感じだと、まあ、選択できても結局二次関数とかは数学で受験する以上はいる、センター受けれるいるみたいなことな、うん、そうですね、まあ、ただそういうがのが必要ない AO とかいろんな受験方式もあるので、うん、まあ、そういうのは何でも選べちゃうね。そう、ライフハックとか受けてみたいけど、うん、いやそめっちゃいいわあらゆるライフハック、なんだ、60、80分ぐらいか、あれ高校って60分ぐらいか、60分1年受けたらすごいライフハックの鬼みたいになる。やばい、やばいですよね。1万個とかですよね、ライフハック。なるほどね。いいね、ライフハックの授業いいかも。めっちゃやりたいですね。やりたいよね。その授業を受けてブロガーになったら、それなりにアクセス入るんじゃない。そうですね。ライフハックの鬼っていうブログやりますね。でもライフワークそんなに思いつきます？今ライフワーク普段活用してるライフワークこれっていうのなんか出てきます？あー、パッと分かりやすいのはなんだろうな。全員には当てはまらないけど、うん、信頼できる友人から勧められたものは調査せずに買う、うん、ああライフハック、うん、まあライフハックってなんだ、どういうやつだろう、まあ、うん、いや、なんかいわゆるライフハックは多分あれですよね。ゆで卵は剥く前に針で穴を開けると剥きやすくなるみたいな。そうだよ、ね、だからそういうのだよね、自分じゃなくて。そうですね、物質とかテクニック的な、うん、そうですね。まあでもそれも広い意味ではライフハックか、勧められたもん買う。そうすると何があるかな。僕さっき今ライフハックの例出そうとして一個も出てこなかったから聞いたんですけど一個も思いつかねえわと思ってなんだろうね、何も浮かばないね。何も浮かばないですね。何も発してないのかな。だからライフワークの授業を受けてないからじゃないですか正解だわ。そう、やっぱライフワークの授業を受けないと出てこないわ高校で授業を受けなかったからです。確かに、何で教えてくれないんだろう理不尽な怒り。教えてくれなくても生きられちゃうからだよね。そうですね、ハックだからね、あくまでね。そう、別にライフをハックした方が効率は上がるけど幸せになるとは限らないし。そうですね、出たサピエンス全史っぽい話そうそうそうですね。じゃあライフハックはいらないかもしれないけど、うん、騙されないとかはチキリンさんが言う。そうですね、統計の嘘とか、うん、メディアリテラシーを上げるとか、うん、そういうのはいいかもしれないね。やっといてほしいなーぐらいですね。難しいけどね。そう、難しいんだよね。次行きます。なんかそうだね、僕1個目終わっちゃったよ僕も1個目終わっちゃいましたしれっと令和シリーズがねすぐ終わりましたねあ、令和シリーズがあったんだ。令和シリーズが、なるほどね。これいきます、タカさんの2つ目のやつ。どれだ。感情がない人の方が相談相手になりやすい理由。そう、これね、我々感情ないですもんねそう、なんかさ、うん、プリケンは相談受けることある？あります、あります。ん？あります。
なんか僕もそれなりにあるんだけどさ、うん、まあ、なんでこう自分に相談してくるんだろうっていうのを考えたりしたとき、うん、まあ、ちょっとその件について人からもヒアリングしたんだけど、はいはいはい、なんか感情が、僕らはそんなに感情をこう出さない、うん、出ない、ない、ないのかもしれないけど、うん、出ない、ないのか、ないのかもしれない、何かをこう言われたときに、まずこう事実を確認するんだよね。そうですね。なんか、俺人殺しちゃったよって例えば言われても、うんうん、まずちょっとどういう状況で誰をどうしたのかなみたいな、うんうん。そうですね。ちょっと確認したいっていう気持ちが先に来ますね。まずなんかそこで、いや、ありえないしみたいなはしないわけで、うんうん。で、その相談、だから相談をされやすいんじゃないのかっていうのが伝わってる、うんうんうん。逆に、その相談をしにくい人は、うん、その、一つ一つに、うん、それはありえないとか、はいはい、いや、すごい悲しいね、その話は、みたいな、うん、のがこう出ちゃうと、うん、割とこう話が浅い部分で終わってしまう。あ、そうですね。そう、なんかこの、なんだろうね、例えばなんか、不幸な境遇だったとして、うん、不幸な境遇のことを話したわけじゃなくて、そこから引き起こってる現状をこう喋りたい。はいはいはい。けど、なんかまず、その現状を喋る前に私はこういうような状態に今陥ってて、うん、なんかすごいやばい状態に陥っててっていうのを前段を説明しないと、そうですね。本当に相談したいこととか話したいことが言えないっていう段階で、その前段説明してる段階で、うん、そんなんだっけ？こう。あるある。悲しいねとかになっちゃうと、はいはいはい、なんかもうそこまでいかずにこう話が終わっちゃうっていうことを、ね、まあ、言われたんだよね、うんうん、なんで感情がない人の方がこう相談をされやすいんじゃないかっていう仮説をここで提唱したいっていう、はいはいはい、はい、っていう、そうですね、それは結構同意でして、なんか邪魔ですよね、あの肩入れひたすら、あ、なんだろうな、どっちかっていうとみんな感情ある人は共感をベースにやっぱ動くので、うん、なんかすごいこう肩入れしてくれるんですよね、うん、なんかを喋るときに僕めっちゃ気持ち悪いなこれと思うんですけどあの例えば僕訴訟を起こされたんですよ、うん、2年ぐらい前に、うん、でその訴訟を起こされてすげえ大変だったよっていう話をすると、うん、え、何があったのって聞かれるんですよ。うん、でもこれ堀本訴訟とかでググったら多分出てくるんですけど、1万3000文字ぐらいのブログを書いてたんですよ、顛末の。その1万3000文字分僕説明したくないじゃないですか、うんうん、だから、ま、あのググって読んでっていうか、ま、でもそれ言うとやっぱ冷たいんで、うん、なんかすげえかいつまんで説明するんですよ、うんうん、なんかざっくり言うとこういうやつがいて、こいつがこんなことしたからこれでも埋めたんだよねって言うんですけど、これもうかいつまみすぎて、そのどっちが悪いかの判断もできないようになってるわけですよ、うん、詳細なその背景情報があって、だからどっちが悪いかっていうのはそれを聞かないとジャッジできないので、その1万何千文字読んでくれたら分かるんですけど、っていうそのかいつまんだ説明だけを聞いて、うわーそれ許せないねみたいな、うん、いやもう本当に災難だったねみたいな、なんかめちゃくちゃそのいやお前は悪くないみたいなことを言ってくれるんですけど、僕はそれをされるとすごい気持ち悪くて、いやお前に何がわかるって思うでもなんか世間ってそれで回ってるよねっていう感じがあって、そうだね、これこの感動僕はレアケースですけど、世の中の多くの人はいやこいつは分かってくれてるみたいな、私の味方をしてくれてるって言って、うん、むしろ喜ぶと思うんですよ、うん、その対応は。でもそれは結局その適切な状況把握と問題解決にはつながらないよねって思うんですよね、うん、っていう話じゃないですか多分。そうだね、そうですよね、確かに。お前に何が起きる自分の味方を表明してくれてるんですけどね、ありがたいんですけど、お前に何が分かるって思ってますね僕、ホリケンの訴訟の話聞いたとき、何をやったんだろうな。自分のリアクションを思い出せないけど、ああ気持ち悪いって思われたのかな。いやでも、タカさんは絶対やらないですよ。その明らかに判断材料足りない状態で、いや、それは災難だったね、みたいな。君は悪くないよ、みたいなことは絶対言わない。
ですよね。多分そうだね、なんか詳細を聞いたか、もしくは僕も訴訟されたんだよみたいなどっちかっていうとそうかもしれないですね俺も昔大変だったみたいな話あったかもしれないです。そうかもしれない、確かに。やっぱなんか確認したくなるんだよね、その判断する前の情報を。そうですね。そう、でもだからこそなんかあれですよね、ちょっとこの人冷たいのかなって思われがちですよね僕だって未だにタカさんとこうやって喋ってて、うん、あれこの人冷たいのかなって思いますもん衝撃。未だに結構ちょいちょい思ってますよ、このラジオやってても。あ、そう、うん、どこで。めっちゃ具体的に言うと、あのプラスネジの話したの覚えてます？3週間だか4週間だか前ぐらいに。うん、はい。プラスネジのこの記事がすごい良かったと。このインターネットコンテンツ、やっぱこれこそがインターネットコンテンツだみたいな、僕熱量100の話したんですよ。したらタカさんが、でもじゃあどうしたらいいんだろうねみたいな、なんか熱量4ぐらいの返事が入ってきて。もうちょっと、いや、そう、気持ちわかる。正直なところ熱量4だったとしても、20ぐらいまで引き上げて反応してほしかったなっていう、冷たいのかなって思いました、その時は。あれ、冷たかったね。聞き直してても冷たいですよね、やっぱり。そう、聞き直して思った。ホリケンすっげえ熱入ってて、うん、そうだね、とか言って。そうなんですよ。あの回、タカさん、そうだねってめっちゃ言ってるんですよ。でもなんかやっぱそうですね、それそういうその引っ張られず、共感に引っ張られずちゃんと状況を把握しようとするやつは、うん、やっぱこう事実の整理と今後の意思決定には役立ちますよねそうだね、それにはねそれにはでもだからなんか相談って多分2種類あるじゃないですか、うん、そのなんかイシューが存在していて、これをどうするべきか悩んでいると、うん、で判断材料はこれこれこれで、ここから論理的にどう判断したら良いのかっていう場合の相談と、もう単になんかこうきついから話を聞いてほしいみたいな、うん、っていうのも相談って表現する場合があるじゃないですか、日本語は。後者では人気ないですよね。ないねゼロじゃん。もう最悪ですもんね、感情ないやつに。でも課長が本当大変なんだよねって言って、全然共感してもらえないですから、ね、まずちょっとどういう感じかなってそう、課長が本当に問題があるのか、それとも君側に問題があるのか、ちょっとジャッジしようかみたいな違うんだよってなりますからね、それは。そういう話がしたいわけじゃないしね。そうそうですね、その場合は状況っていうか、そうですね、どれだけ辛いかっていう、うん、だから僕なんか語彙を増やすべきだと思うんですよ。相談でくくっちゃいけないと思うんですよ、この全く種類の異なる2つを。うん、多分その相談の本来の語義はそのイシューに対して決着をつけるために話すみたいな話ですよね。うん、違うかな、わかんないね。はい、相対して語る、談議する、あ、だからどっちも取れるか、うん、その程度の意味なのか。あ、じゃあ、まあ、語義に遡らなくてもいいですけど、なんか相談っていう言葉使うのやめて2つに分岐させたらいいかもしれないですね。愚痴と相談。ああ、そうかも。でも愚痴っていうとちょっとあれですよね、イメージめっちゃ悪いだってあの彼女からちょっと今日話したいことがあるんだけどって言われて、ああはいはい、愚痴って聞くのもう無理ですもんねあ、そういう使える単語か。そうだから、なんかポジティブなイメージ、こう、ああそれはこれって聞いても大丈夫な単語がいいですね。なんだろうね、なんだろうなでもなんかもうネガティブなのしか思い浮かばないテディですか。テディって何、テディベアの。テディベアに話してても成立しそうな話だからめっちゃ悪意ある感じめっちゃ悪意あるわほんでこれ何だったら先週喋ったやつですね、共感のコミュニケーションあっと思った、なんか、うん、何、心の解放とかのがよ。ああ、それ、ああ、いいかもいいかも。心の解放、いいかもしれないですね。
ちょっと使いづらいなと思ったから言わなかったけど。なんか2文字ぐらいにまとめたいですけどね。深海みたいな。まあ、そうですね。これ、みんないいやつ思いついたらコメントしてもらいましょう。でも心の解放と相談だったら、なんか心の解放してもらえる方がいい。確かに。心の解放のが上だよね。ランク高そう。なんか、親密とかさ。確かに。確かに頼られてる感は、解放される方、ね、人の方が。そうだわ。あ、でもあれじゃないですか。心の解放って、教会で、神父さんにやるやつ。懺悔？懺悔。ちょっと違うな。懺悔もちょっと違うな。でも、趣旨としてはそういうことじゃないですか。構造は一緒ですよね。喋りたいことをあそこで喋って聞いてもらってスッキリするっていう。そうだね。懺悔じゃダメですかね。まあでも、スッキリするっていうよりは、あれは、なんか許してもらうとかなんじゃない？まあそうか。神は許しますよ、的な。うん、だから、許してもらえるからするんじゃない？そうか、そうか。そうですね。なんだろう。キリスト教は分からんけどさ、うん、川口英会って知ってる？分かんないです。川口英会っていう人は、日本人のお坊さんで、明治ぐらいかな、うんうん、なんかチベットに初めて行った人。はいはいはい。なんか坊さんなんだけど、冒険家みたいな。感じの人が、チベットなんちゃらっていう本出してて、はいはいはい。で、その本は極めて読みづらいし面白くないんだけど、なんかすごいネガティブな紹介。でもいや、でもすごいのよ。で、その人がこう言ったけど、その時のチベットってもうすごい閉鎖されてるし、うん、行ったら死ぬみたいな場所だったから、うん、その川口英会が行ったって言って本とか書いた時は川口英会は行ってないみたいな感じだったのね、世間的には。ああ、嘘じゃねえかってことですか。で、もっとだいぶ後にチベットがこう解放されてきて、うんうん、行って川口英会のその文章の通りにこう歩いたりしたら、うん、本当に滝があるとか、後に、あ、この人本当にちゃんと行ったんだみたいな感じの体験記を書いた人、はいはいはい、で、その内容は面白いのよ。ただ文体が読みにくい、うん、うんうんうん、一応読むのに疲れる感じのやつなんだけど、はいはいはい、その時に彼がチベットに入ったのが仏、お坊さんと言ってんのね、構想として言ってて、うんうん、招かれる形で入ってる、はいはい、だから殺されにくかったなと思うんだけど、うん、それでこう行く先々で京都の方、仏教徒、うん、っていうかチベット教の京都の人が来て、まあ、懺悔みたいなことを言っていくと、はいはいはい、うん、で非常に面白かったことはこれだみたいなことで書いてて、うん、それがなんか過去に隣の人のなんだろう物を盗みましたとか、うん、私はなんか不倫しましたとかそういうのを書くんだけど、うん、私はおそらく未来にも不倫もするし、隣のものも盗みますみたいな。なんとチベットの方々は未来の方の未来の懺悔もしていくのである、ほう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 、であろうかとか言って、ほうほうほう書いてて、はいはいはい、なんでそれは、まずそれを言っとけば許されるっていう前提で、うん、でさらにこれからやる悪事もまあこの木に行っとけば OK、うん、ついでにね、そうもう毎回来なくていいっていうなんか合理的であろうかって書いてて、すごいな、そんなあれなんですね、郵便局行く用事まとめちゃおうみたいな、めっちゃ面白いな。なんかでもこうなんかそういうでも文体で書かれてるから、うん、まあ、じわりじわりじわりと来たんだけど、めっちゃ面白いですね。なんでまあ戻ると多分懺悔的なのは許されるため、うんうん、いい未来、いい天国、まあ天国的なところに行くためにするっていう、はいはい、そうですね。だからじゃあ懺悔もはまんないな。そうだね、別に神じゃないからね。そうですね。議論か共感はどうですか。議論はなんかちょっときつすぎる気がするけど、共感はそうだよね。うん。ちょっと共感してほしいんだけどって。うん、って言ってほしいですよ。だから分かりやすいわ。よくある過ちがそれじゃない。うん。共感が欲しいのにさ、意見してしまうっていう。アドバイスとか意見してしまって、うん、そういうことじゃないのに。そう。これはよくある、男女トラブルでよくあるやつですね。そう。そうです。だから、
相談があるんだけどじゃなくて共感があるんだけどっていう、うん、って言ってほしい。うん、それは楽かもしれないけど、相談か共感か使い分けてもらうっていうのが今のところ暫定解ですね、うん。まずこんなこと言ってる時点でこいつダメだって思われてるんだ。思われてる。あ、それはつまり共感を求めてるのねっていう確認があったらもうやばいですね、すでに。共感力低すぎっていうか、それは共感を求めてるのねって言ってから共感したらもうなんか全部ダメですよね。確かに。共感してないもんね。うん。共感の不利な可能性が出てきて、高くなる。そうですね。サプライズするよって言っちゃうみたいな話ですからね。共感すればいいのねって聞いちゃうってこと。だから事前に共感と相談使い分けてよっていうこと自体が非常にナンセンス。そうですね。まあ、これ難しいな。解決不能な問題ですね、だから。だから鍛える、トレーニングするしかないんだよ、きっと。感情を。相談か共感かを見抜く力を。見抜いて、どっちか決めるっていう。まあ言うて結構今まで生きてきたんでできますけどね、それで。僕もそれなりにできるよ。できるね。そうですね。やっぱ学習しますね、生きてくるとね。そうだね。うん。ね、やっぱ PDCA サイクル回してるんで。回してますかね、人生で、ね。やっぱでも、うん、なんかこう、やっぱメタ的にそこを見る力ってやっぱ重要だなと思ってて、うん、メタ的にちゃんと見て、エミュレートできれば感情なくても感情ある人と何ら遜色なく戦えるわけですよ、うん、でもそれメタ的に見れないやつってやっぱこうズブズブ沈んでいくんで、うん、なんか大変本当にそのアスペルガー色強いやつとかは多分メタ的にもそれが見れてないんでしょうね、うん、大変だなと思います、そういうやつ見てる、うん、共感の方が大事な感じだもんね、社会ではね。うん、そうですね。ね、別に、共感でき、すごい共感力高い人は相談してもらえないかもしれないけど、うん。問題ない。うん。なんだったらもう好かれますからね、みんなにね。そういうやつのが好かれるんだよな。確かに。なんかこのしゃ、この喋ってて悲しくなってくるね。そうですね。でも結構歴史が証明してますよ。理屈っぽいやつはどっちかというと嫌われるっていう。なんでさ、淘汰されなかったんだろう。確かに。我々。確かに。どうなのかな、あれ、こう、獲物を取るとかは、うん、効率よくロジカルに作った方がいいじゃないですか、罠とか。うん、そうだね。だから、昔にはすごいわかりますよね、淘汰されなかった理由が。共感するよりも獲物を飼ってこいっていう話。そうですね。そう、獲物を取れれば居場所あるじゃないですか、チームの中で。みんなからそんなに好かれてなくても、あいつは普通のやつ15人分獲物を取ってくるぞってなったら、うん、すげえなってなって問題なく集団にいられるわけで、うん、まあ現代社会も一緒ですね、今言ってて思ったけど。そうだね。あいつマジでコミュニケーション取れないけどエンジニアとしての力がやべえみたいな、常人の100倍コード書くみたいなやつはいられますもんね。そうか。一緒だ。そのじゃあ遺伝を受けてる。そっちじゃないですか、我々は。共感力が低い代わりになんかいっぱい生み出さないといけない。大変だね。確かに大変だな、なんか。なんかこう、修羅の運命を背負ってる雰囲気ありますね。大変だね。そうですね。そっか、いい学びだったわ。我々は大変。何かを生み出してないと集団から阻害されて死んでしまうかもしれない。可能性はありますね。パワーで殴るっていう方法でね。次行きますか。次行きますか。